さて12時間の長距離フライトに乗っているとしましょう。睡眠をとって起きた時には着陸状態というシナリオを期待します。皆さんは客室乗務員や操縦士も風速を取れるのか、取るならいつなのかと考えたことはありませんか？それを含めた飛行機に隠された秘密を見ていきましょう。1、仮眠室。操縦士も客室乗務員も長距離のフライトでは休息が必要です。飛行機の両端の皆さんの頭上には操縦士と乗務員が睡眠をとる秘密の部屋があります。仮眠室につながる小さな階段が飛行機後方または操縦室の後ろにあり、その入り口は鍵がかけられているか収納スペースに似せて作られています。ベッド、電話、必要であればカーテンもあります。クルーは部屋の明るさを調節することができ、大きな旅客機ではテレビまで設置されていることがあります。2、クルー用の秘密のトイレとシャワー室。すべての乗務員休憩コンパートメントに備わっているわけではないですが、大きな旅客機やプライベートジェットではこのような機能が備わっています。こうすることで長いフライトの際、客室乗務員や操縦士はシャワーを浴びたり着替えなどをするプライバシーを確保できます。3、秘密の足スペースボタン。通路側にあまり知られていないボタンがアームレストの下の蝶つがいのそばあたりにあります。このボタンを押すとアームレストが座席と完全に平行にスライドダウンして余分な足と肘のスペースができます。緊急事態の際により早く避難することができるための機能ですが、自分の快適さのためにこの便利なボタンを押しても大丈夫です。4、隠れた手すり。客室乗務員が通路を歩く際、いつも手荷物入れに手を滑らせていることに気づいたことはありますか？多くの手荷物入れには端の下の部分に手すりがついています。これによってしっかり掴むことができバランスを保てます。これこそ機内を素早く移動している際も客室乗務員が優美に見える理由です。次のフライトで皆さんも試してみてください。他人の膝に倒れ込んでしまうよりはずっといいはずですよ。5、高速器具。皆さんのフライトを邪魔する手に負えない乗客がいたらどうしますか？飛行機から引きずり下ろすわけにはいきませんよね。このような状況のためにどの飛行機にも手錠が備え付けてあります。まあ手錠を使って状況が収束すればいいですけど、そうでない場合は予定外の着陸が行われる可能性があります。さらにどの機体にも標準安全対策として消火器が搭載されています。しかしほとんどのフライトには斧やバールも積まれていることはご存知でした？こちらは珍しい緊急着陸の際のもの。飛行機の窓をぶち破る際に使用します。6、覆面警察官。警察官的なものです。航空警察官と呼ばれています。彼らのほとんどは国際線に乗り合わせています。航空警察官は飛行機の警察、逮捕をすることもできます。ただし普通の騒ぎ立てる乗客の状況に対応することはありません。フライトを監視して皆さんの安全を守ります。どの方が航空警察官であるかはおそらくわからないでしょう。普通の乗客のような服装でどこに座っていてもおかしくありません。うまく溶け込んでいますからね。7、隠れた蘇生器具。2015年より米国に本社を置く旅客機には自動体外式除細動器を搭載することが義務付けられています。乗客がフライト中に心停止を起こしたら自動体外式除細動器で命を救うことができるかもしれません。皆さん考えることはないかもしれませんが、必要な時が来たら役立ちますよ。8、秘密のトイレの掛け金。すみません、これはクルーのためのものです。乗客がトイレで怪しい行動をしていることに客室乗務員や操縦士が気づいた場合、この便利な掛け金を使って外からロックをかけることが可能です。同じように乗客がトイレに長居しすぎであったり怪我をしていたり助けを必要としていたりする場合は、この掛け金を使ってドアのロックを解除します。この秘密のトイレの掛け金は安全性の理由から存在しているんですよ。9、操縦士には特別な権限がある。まあ操縦士って空飛ぶスーパーマンみたいなものですけど、そういうスーパーパワーではありません。言うことを聞かないルールを破る乗客がいた際に操縦士は罰金を課して手錠で非公式の逮捕をすることができます。ということでルールに従って操縦士さんに背かない方が身のためですよ。10、語られていない迷信。これは全ての飛行機に言えることではないですが、次に飛行機に搭乗して座席を確認する際に
座席の数字に注目してください。欧米でのアンラッキーな数字13を気にする人が多いため、航空会社によっては完全に座席から13番を排除しています。飛行機の座席の数字が12から14に飛んでいるというのはありえます。この措置を行うことは航空会社にとってもコスト効率が良いことです。神経質な乗客は13列目の座席を予約してくれないからです。迷信を信じるかどうかは別として考えてみると面白いですよね。11、母なる大地に対する防御。一人で飛行機で旅をしていて、突然雷雨に襲われたとします。さて、そもそも飛行機が雷に打たれることは稀ですが、もし起こった場合、皆さんは気づくことすらないはずです。飛行機の外壁は雷に耐性のある素材で覆われています。飛行機が雷に打たれたら、電気は行く場所がなくなるまで機体の表面を滑っていきます。飛行機の外面の層は雷からの電気を通しません。そのため、その下の層が影響を受けることはなく、乗客は無事なはずです。12、小さなヘルパー。7人の小人じゃないですよ。注意して見てみると、羽の上に小さな黄色いフックがついているはずです。デザインの問題ではないですよ。緊急事態の場合、ここにロープと安全スライドを結びつけて乗客を脱出させます。フックによって緊急脱出スライドをきちんと固定させることができます。客室乗務員は緊急着陸時の説明の際にスライドに関して言及するかもしれません。しかし、どのようにこれらのスライドが接続されるのか知っておいて損はありません。小さな黄色いフック、ありがとう。13、暗闇で光る通路。火災時、飛行機には限られたスペースしかないため、煙が充満して周りが見えなくなります。海外の飛行機での火災という珍しい状況に出くわしたら下を向きましょう。飛行機には FBEE-PMS と呼ばれる緊急時避難経路マーキングシステムが搭載され始めています。舌がもつれそうですね。緊急時の通路が暗闇や煙の中で明るく光って出口のサインまで導いてくれます。14、操縦室の隠しカメラ。乗客からは隠されているという意味で、全ての機体に搭載されているわけではなく、操縦室にカメラがある場合、操縦士たちはそれを把握しています。でも多くの操縦士たちがプライバシーの侵害だと反対しています。しかしこのカメラは予期せぬ訪問者が操縦室に入ってきた際などに操縦士と乗客の安全を守るためのもので、ブラックボックスやフライトデータなども記録します。15、隠しマスク。そういうマスクじゃないですよ。ガスマスクです。珍しい、機内の火事が勃発した場合、クルーは落ち着いて冷静に火を消すためにできることをしなくてはいけません。ガスマスクは客室乗務員のためのものなのです。これを使って視界を確保して、消火活動の際の呼吸を可能にして、必要であれば乗客の世話をします。ガスマスクによって火災時に客室乗務員が動ける状態でいられます。緊急着陸となった場合、より効率的に乗客を避難させることが可能なのです。16、実は安全な座席。皆さんご使用いただいているので秘密というほどではないですけどね。通常の座席が耐火性なんです。連邦航空局と NASA が耐火性素材とクッションに広範囲に及ぶテストを行って、航空機の座席に最適な素材を発見しました。最近では座席がパスしなければいけない耐火テストまで存在します。座席が快適でないと文句を言いたくなった時は、座席のおかげで命が助かることもあり得るということを覚えておきましょう。17、秘密のコミュニケーション。小声で話した方がいいですかね。客室乗務員や特に操縦室にいるクルーは常にコミュニケーションをとっています。機長と副操縦士はフライト中常にコミュニケーションをとります。ベストな着陸ポジションや操縦士が使用している機材に関わる複雑かつ重要な計算を行うフライトエンジニアや二等航海士が搭乗している場合もあります。操縦士は管制塔とのコミュニケーションも欠かせません。コミュニケーション尽くしですね。ただ全員がきちんと理解できていることが重要なのです。今日何か新しいことが学べたら、動画の高評価、共有、さらにチャンネル登録もよろしくお願いします。他の動画もぜひチェックしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。